久しぶり、約2ヶ月ぶりの西表島ですね。ここは去年の11月に私が茶色丸羽クワガタの死骸を拾った林道ですね。懐かしいですね。あとね、この辺にツマグロスズメバチの巣がありまして、いたずらしたらね、追いかけられて刺されそうになった思い出があるんですけども、もう巣は廃絶してるでしょうね。こうやってジャングルの中を歩いとると、なんか心が洗われるよね。なんていうか、普段のね、文明の赤いまみれた自分の心がどんどん浄化されていくような気がしますよね。あれはハエですね。やばそうなハエです。ハエ、1月でも普通に蝶は飛んでますね。オナガアゲハがいますね、あそこに。お、あれカマキリちゃう、カマキリちゃう、あれカマキリちゃうか、あれカマキリですね。緑色の、なんだろうな、沖縄オオカマキリか、それとも朝鮮カマキリか。八重山へ分布してて、緑色で大型のカマキリって言ったら、多分ね、沖縄オオカマキリだと思うんですけども、捕まえてみましょうか。え、痛い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 。やべえな、これ種類は何かな。あ、カマの付け根がオレンジなんで、なんか朝鮮カマキリっぽいな。羽の色は、羽の色もね、オオカマキリほど濃くないですから、これ朝鮮カマキリですね。確か沖縄オオカマキリってね、羽に色がほとんどついてなかった気がするんでね。これ多分朝鮮カマキリですね。わー、西表島にもおるんや、朝鮮カマキリ。なんか笹の葉っぱみたいな羽してますね。ほら、危ない危ない。まさか1月にカマキリに出会うとはな。さすが八重山。うわ、危ない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 。やばい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 。めっちゃ怒っとる。危ない。うわ、危ない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 。危ない、危ない、うわ、うわ、取りつかれた、取りつかれた、取りつかれた、やばすぎる。これ、ちょっと油断しとったわ。1月にカマキリおるとは思わんだわ。今1月の22日かな、1月22日なんですけども、普通にカマキリの成虫が存命なんですね。すげえな。南西諸島のカマキリは寿命が長いんでしょうか。なんか本州のカマキリは多分ね、寒くなってきて虫が減って、それで飢え死にしちゃうのかな。多分ね、そんな気がしますね。うん、すごいね、1月でもまだ生き残ってるんですね、カマキリが。かっこいい。やばい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 。これぐらいのサイズの先島カナヘビ取りたいですね。うわわわわ、あ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 、指かじられると痛い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 。うわ、指かじられる。こら痛いぞ。これね、結構痛いです、カマに挟まれると。いや、でも元気ですね。元気なカマキリちゃん。ここは日本で一番西にある温泉ですね。この宿温泉がついてるんですよ。さっき入りましたけども、バブかったっすよ。バブいですよ、ここは。やーん、これイノシシの掘り跡じゃん。昨日ここ、こんな風になってなかったよ。これおそらく昨晩イノシシが掘り荒らしたものと思われます。イノシシ怖いねんな。イノシシは突進してくるからね。西表島にもイノシシ生息してるんですよ。いやー、怖い怖い、イノシシ出てくんなよ。もうクマはいないんでそこは安心なんですけどね。イノシシも危ないから、ほらここもめっちゃ掘られと、やば。ちょ、マジイノシシ怖いな。ちょっとこの辺掘り荒らしたんだな。イノシシおるかもしれんな。ちょっとこれ怖いな。イノシシ飛び出してきたら怖いな。ちょっと威圧しとくか。威圧しとこうか。うぅ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 。これで大丈夫やろ。これでね、イノシシに私の存在知らしといたんで、多分出てこないでしょう。向こうもね、警戒心ありますから。これでね、人間の気配がバッチリ伝わったと思うんで、安心ですね。木登りトカゲが出てきてますね。うわ、またおったんやけど、カマキリ。ほら、またいました、カマキリちゃん。すごいね。これも、あれかな、朝鮮カマキリかな。ちょっと捕まえてみようか、あれ。あー、カマの付け根がオレンジっぽいんで、これは朝鮮カマキリですかね。羽の色的にもこれ朝鮮カマキリっぽいですね。うわー、マジか、すごいな。これ朝鮮カマキリだな。南西諸島のカマキリのライフサイクルどうなっとるんやろな。
もしかして一年中成長ったりするのかな。さすがにそれはないよな。え、でもすごいな。多分南西諸島は虫が冬でも活動してるんで、カマキリの餌がたくさんあって、それで通年カマキリ活動できるんでしょうね。気温も高いですし。本州のカマキリが冬になるといなくなるのは、多分ね、虫が少なくなって餌なくなって餓死してるんでしょうね。西表島だと冬にもたっぷり虫がいるんで、なのでね、餓死せずにまだ生き延びてるんでしょうね。すごいね。どれぐらい生きるんやろうな、この辺のカマキリは。うわー、やば。ほら、危ない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 、この鎌のトゲトゲが痛いんやよな。痛い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 、めっちゃ食い込んでる。痛い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 。指近づけるとね、むしゃむしゃ噛もうとしてくるんですよ。あ、痛い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 、指かじられた。やばい、危ない、このカマキリは。危ない危ない危ない、うわうわうわ、やば。すごいね、西表島、こんなんまだおるんや。みんな西表島危ないわ、こんなもんまだおるんや。もうわしは恐ろしいよ。広い里きび畑はざわざわ。